日本選手団が来てくれました。それではまず初めに卓球の福原愛選手です小さくて可愛かった卓球少女もこんなに大きくなりました。愛ちゃん、今日の意気込みを一言では、星野ジャパンの登場です。北京オリンピックでは残念ながら韓国に準決勝で負けてしまいましたが、選手は全力で頑張ってくれました。左袖にはなぜか太陽の子のマーク。そう、太陽の子の野球部も今年はリーグ戦で頑張ってるんですよね。みんな応援してくださいね。最後に、星野ジャパンの切り込み隊長の石岡選手と同じ背番号7の町田選手のスライディングをどうぞ。すげえ似てる。カメラでも金、タイでも金、そしてママでも金で3連覇を目指す最強国の時はいよいよ準決勝。残念、太陽選手ありがとうございました。続きまして室伏選手の登場です。拍手を持ってお迎えください。それでは室伏選手、5投目まで終えまして5位です。6投目で 90m を超えてほしいところです。笑いのレーザーレーサーを切っての手の入場です。レディーさあもう金メダルが出た。ゴール、世界新が出ました。よっしゃー、北島選手金メダルの歌を超気持ちいい質ありがとうございました。それでは続きまして、ロンドンオリンピックで金を目指す浜口親子の登場です。さあ今日はどんな華麗な舞を見せてくれたでしょうか。